ペルドーもペルドーいたしまして、しょうもない大チャンネルです。しょうもないです。この状況非常にしょうもないです。今日はねこういう形で動画を撮らせていただいております。完全にこれもうやらかしましたね。まあなんか僕ね、先週のね、水曜日、木曜日と、2日連続で現地観戦に行ってきまして、まあ、その次の日とかね、なんか喉枯れてるなーっていう感じぐらいだったんで、別に問題なかったんですけど、土日もね、一応生配信やらせていただいたんですけども、その土曜日あたりからちょっとね、なんか喉の調子おかしいなと。まあ、いつも、その現地に行った次の日は、まあ、喉がカラッカラで、まあ、枯れてる状況で、まあ、次の日になったら普通治ってるんですけど、なんかいつもと違う、その喉の違和感っていうのがありまして、まあ、土日に関しては、まあ、若干、まあ、無理してというか、まあ、やらないわけにもね、いかないなっていうところもありましたんで、そこまでね、その違和感、ちょっとした違和感があるっていうところで、ひどくもなかったし、まあ、そういった思いでね、やらせてもらったんですけども、本日は、ちょっとやばかったです。まあ午前中起きて、すごい喉の痛みと、それから頭痛と、まあちょっとだるさみたいなところもあったんですよね。はい。朝に関しては。今はね、そんな大したことないんですけど、まあ本当、朝の状況がこのまま続いてたら今日動画撮れねえなっていう感じだったんで、まあとりあえず大丈夫です。はい。まあ今日ね、もともと動画上げる予定だったんですけど、まあちょっとこういう状況なので、今日はちょっと休ませてもらおうかなというふうに思っております。はい。楽しみにしていただいてる視聴者の皆さんには、大変申し訳ございません。まあやっぱり僕もね、万全な状態で、やっぱこの YouTube 活動していきたいっていうところもありますから、はい。しっかり今日はね、まあ試合がないということで、しっかり体調の方を直して、明日からまた、万全の状態で、オリックス対ロッテ、もう首位争いですからね、もう首位争いっていう時点でね、こんな体調になってる場合ではないんですけども、まあいろいろ、ちょっとありましたんで、本日はちょっと動画投稿の方をお休みさせてもらいます。はい、まあただね、一日動画上げないっていうのもね、僕的には嫌だったので、こういう状況っていうことを伝えること、そして、まあ、現状大丈夫だよっていうことをね、視聴者の皆さんに分かっていただければなと思って、本日はこういう動画撮らせていただきました。まあ、なんでこうなったのか分からないんですよね。多分、普通にコロッケはないと思います。まあ、普通に食欲もあるし、ちゃんと味もするし、まあ、コロッケはないかなというふうには思うんですけど、まあ、多分、おそらくですけど、原因としては、冷房をつけながら寝てたっていう、しかも、大して布団もかけずに、はい。僕今日朝起きたら完全に布団入れたんで、まあ、それが主な原因かなって、それで直で冷房当たりますから、まあ、それでちょっと体調崩したのかなっていう。まあ、それプラスね、今日めちゃくちゃ気温高かったじゃないですか、外の方が。はい。それで、まあ、ここ今ね、めちゃくちゃ冷房ガンガンで涼しいんですけど、その涼しいのと、めちゃくちゃ暑いのとね、急にこの環境が変わってしまって、まあ、それでちょっとだるさが出てしまったのかなっていうね。まあ、それか、シンプルに夏バテか、うん、まあそこら辺が原因じゃないかなとは思うんですけど、若干今も声変でしょ、という状況でもありますんで、本日はちょっと動画投稿の方をお休みさせていただいて、その代わりね、明日からは本当にしっかりと体調治ってると思いますので、てか治しますので、明日のねオリックス対ロッテの生配信からは、皆さん、ご心配なく、ご視聴いただければなというふうに思います。はい。そして今週も私ね、現地観戦に行く予定の試合がありますので、本当にそれ直さないとっていうところでもありますんでね。はい。いや、完全にこれ治ってきたね。なんでかっていうと、朝はすごい喉が痛くて、頭が痛くて、ちょっとしただるさもあるっていうところだったんですけども、今全然だるいとかもないし、喉がね、すごい汚らしい話かもしれないですけど、痰に変わってきてるんですよ。これやっぱり風邪が治る直前っていう感じなんで、はい。まあ本当に明日からは大丈夫です。しかし、まあ今日はね、明日の試合にね、100% の状態で迎えるために、今日はしっかりと、お休みをいただきたいなと思います。はい。ということで、ありがとうございました。